え、あの人とあの人が実は血縁関係だと聞いて驚く芸能人、有名人。血縁関係は辿っていくと意外な人物とつながっていたりするものです。それは芸能人、有名人とて同じこと。意外な人が兄弟、姉妹、はとこだったり遠い血筋でつながっているなんていうことも珍しくありません。今回は、え、あの人とあの人が血がつながっていたなんてという芸能人にスポットを当ててみましたので、ぜひご覧ください。それではスタートです。まず一組目は鈴木清美さんと鈴木雅之さんです。歌手として活躍されているこのお二人、実はこのお二人は師弟関係にあたります。言われてみれば熱い口元あたりが似ている気がしますね。続いては角田二郎さんと角田博さんです。歌手として活躍する角田博さん、そして漫画家として活躍する角田二郎さん、実はこのお二人も兄弟です。こちらを意外と思われた方いたのではないでしょうか。続いては大森奈緒さんとマロ赤字さんです。俳優としてご活躍のこのお二人、実はこのお二人も親子です。目元がよく似ているので納得された方もいるのではないでしょうか。続いてはジョン・カビラさんとカビラ・ジエイさんです。フリーキャスター、タレントで活躍のジョン・カビラさん、そしてタレント、スポーツキャスターなどで活躍のカビラ・ジエイさん、ご存知の方も多いですが、実はこのお二人も兄弟です。続いては石田一生さんとすみれさんです。ご存知、俳優として活躍する石田一生さん、そしてモデル、女優として活躍するすみれさん、実はこのお二人は異母兄弟です。こちらもご存知の方多いかもしれませんね。続いては田中明日菜さんと渋谷渚さんです。サッカー選手として活躍する田中明日菜さん、そして NMB48 で活躍する渋谷渚さん、実はこのお二人はいとこ同士だったのです。こちらも意外とご存じない方多かったのではないでしょうか。続いては中山美穂さんと中山忍さんです。女優としてご活躍のこのお二人、このお二人が姉妹なのはあまりにも有名ですね。顔は違いますが、お二人とも本当に綺麗ですね。続いてはグッチ雄三さんと田中誠二さんです。ビューティフルサンデーでおなじみ、歌手として活躍する田中誠二さん、そしてタレントとして活躍するグッチ雄三さん、実はこのお二人はいとこ同士だったのです。こちらも意外とご存じない方多かったのではないでしょうか。続いては赤西仁さんとレオさんです。元カトゥーンの赤西仁さんと俳優のレオさん、ご存知の方も多いですが、このお二人は兄弟です。芸能界屈指のイケメン兄弟ですね。羨ましい。続いては山田奈々さんと中山優馬さんです。
ジャニーズの元 NYC の中山優馬さん、そして NMB48 の山田奈々さん、こちらもご存知の方多いですが、師弟関係に語ります。続いては真島ひかりさんと真島慎之介さんです。女優タレントで活躍する真島ひかりさん、そして俳優として活躍する真島慎之介さん、こちらもご存知の方多いですが、師弟関係に当たります。こちらも美男美女ですね。続いては大塚千尋さんと山下莉緒さんです。女優歌手として活躍する大塚千尋さん、そしてファッションモデル女優として活躍の山下莉緒さん、実はこのお二人も姉妹だったのです。顔はあまり似ていませんが、二人とも可愛い顔していますね。続いてはビビる大木さんと大木ゆうきさん。お笑いタレントで活躍するビビる大木さん、そしてアナウンサーで活躍の大木ゆうきさん、実はこのお二人はハトコの間柄だったのです。こちらも意外ですね。続いては神田うのさんと神田真一郎さん。元モデル女優タレントの神田うのさん、そしてお笑いコンビハマカーンの神田真一郎さん、実はこのお二人も師弟関係に当たります。続いては深川亮さんと原哲夫さんです。タレントとして活躍する深川亮さん、そして北斗の拳でおなじみの漫画家の原哲夫さん、実はこのお二人はいとこです。これは意外ですね。続いては瑛太さんと永山健人さんです。俳優として活躍されるこのお二人、こちらもご存知の方多いですが、兄弟です。こちらもイケメン兄弟ですね。続いては高島雅宏さん、正信さん兄弟と高島ちさ子さんです。俳優として活躍する高島雅宏さん、高島雅宏さん兄弟、そしてバイオリストで大人気の高島ちさ子さん、ご存知の方も多いですが、いとこ同士です。しかし現在は絶縁状態にあると言われています。続いてはムッシュかまやつさんと森山良子さんです。ミュージシャンとして活躍するムッシュかまやつさん、そしてシンガーソングライターで活躍される森山良子さん、実はこのお二人はいとこにあたります。こちらも意外に思われた方多かったのではないでしょうか。続いては古田敦也さんと大木ボンドさんです。元プロ野球選手でヤクルトスワローズのキャッチャーとして活躍した古田敦也さん、そしてタレントの大木ボンドさん、実はこのお二人いとこです。こちらも意外と思われた方多かったのではないでしょうか。続いては徳光和夫さんとミッツマングローブさんです。キャスターとして活躍の徳光さん、そしてタレントのミッツマングローブさん、実は徳光さんはミッツマングローブさんの叔父にあたります。余談ですが、マングローブさんの本名は徳光周平さんです。続いては牧原紀之さんとローリーさんです。
時も世界に一つだけの花だのとヒット曲で知られる歌手として活躍の牧原紀之さん、そしてミュージシャンとして活躍のローリーさん、実はこのお二人はいとこです。こちらも意外ですね。続いては山本寛斎さんと伊勢谷友介さんです。ご存知、デザイナーとして名高い山本寛斎さん、そして俳優として活躍される伊勢谷友介さん、実はこのお二人は異母兄弟です。こちらも結構意外な組み合わせですね。続いてはゴリさんと千葉なクララさんです。お笑いコンビガレッジセールのゴリさん、そしてファッションモデルで活躍する千葉なクララさん、実はこのお二人はハトコです。こちらも意外ですね。続いては梅宮アンナさんと高橋克典さんです。俳優歌手として活躍する高橋克典さん、そしてモデルタレントの梅宮アンナさん、実はこの2人はハトコです。こちらも意外に思われた方いたのではないでしょうか。続いては安住紳一郎さんと原千秋さん。 TBS アナウンサーで活躍する安住さん、そしてタレント女優の原千秋さん、実はこの2人はいとこです。これも意外な組み合わせに驚かれた方いたのではないでしょうか。続いては錦織圭さんと渡哲也さん、そして渡瀬恒彦さんです。俳優の渡哲也さん、そして亡くなった弟の渡瀬恒彦さん、そしてプロテニスプレーヤーの錦織圭さん、実は渡さんの祖母と錦織さんの祖父母が師弟関係にあったそうです。これも最近発覚した事実だそうです。続いては北川景子さんと高畑敦子さんです。人気女優のこのお二人、七神道であるため法律上親戚ではありませんが、北川さんの祖父祖父と高畑さんの祖父が兄弟、これも意外な血縁関係といえますね。いかがでしたでしょうか。意外な血縁関係を持っている方がいて驚かれた方いたのではないでしょうか。しかしこれはほんの一部に過ぎません。まだまだ辿っていけば、実は親戚だった血縁関係があったなんていう芸能人有名人の方もいるのではないでしょうか。以上です。ご清聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。